どういうことだ。君たちはその知り合いなのか。知り合いなわけないでしょ。さっきからそう言ってるじゃない。まあまあそうムキになるなって単なる誤解だろう。よくあることじゃないか。誤解？誤解なんかじゃないよ。ただこの人は忘れちゃってるだけなんだから。これ。本当に何も覚えてないの？私のことやこの施設のこと。すみません、ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけど。ごめんなさい、聞いてます？
ブシさん、あなた、イノブシケイコさんですよね。イノブシさんでしょ。なんて言えばいいのか、あなたは淡住市で起きた事件のですよね。違いますか。嘘でしょ。私知ってるんですよ。実はあの事件のことちょっと調べて。するつもり？何が言いたいの？どうしたの？それじゃわからないじゃない。何か言ってよ。声が出ないってこと？どこ行くの？え？何かあったの？そこってちょっと聞き捨てならないわね。あんた今忘れちゃってるだけってそう言ったでしょ。私は何度も言うようだけど忘れてるわけじゃなくて。違うってば。え？違う？違うって何が違うのよ。僕は凛のことを言ったんじゃないんだ。私のことじゃないなら。この人だよ。
君たちは一体どういう関係なんだ。僕には君たちの言ってることがさっぱり理解できないよ。なあ、誰かちゃんと説明できるやつはいないのか。この険悪なムードを引きずったまま一晩を共に過ごすのは嫌だろう。おい、どこに行くんだ、ユニ。話はまだ終わったわけじゃ。どこにも行かないよ。行きたくったって。薪を取りに行くだけだよ。夜中になったら、今よりももっと寒くなるから。待ちなさいよ。そのコート、いい加減脱いだら。私のなのよ、返して。やだ、拾ったんだから僕のものだ。何よ、そのデタラメな論理は。遺失物法第一条知らないの？他人の遺失したる物件を拾得したる者は速やかに遺失者または所有者、その物件回復の請求権を有する者にその物件を返還し、またただし法令の規定により、私に所有所持することを禁したる物件は返還するの限りにあらず。は？何言っちゃってるわけ。そのコートは所有所持することを禁したる物件でも何でもないでしょ。何よ。お取り込み中のところすまないが、一つ気になったことがあるので聞いてもいいか。ん？ユニはそのコートをどこで拾ったんだ。それは機体の残骸の中から。そいつはおかしいだろ。君は墜落の衝撃で機外へと放り出され、気がついた時には雪原の中に。もううるさいな。わかったよ、脱げばいいんでしょ。脱げば。ほら、返すよ。もう乱暴に扱わないでくれる。高かったんだからね、このカシミヤのコート。なあ、君、名前教えてもらえないかな。何かと不便だろ、名前を知らないと。僕はヨモギだ。ヨモギ聖司。ヨモギ聖司。どうしたんだい？何か気になることでも？